久保さん、狙い通り、あの、愛車売ります動画がですね、ちょっと回ってますね。あの、普通100ぐらいしか回らないですけど、今どれぐらい回ってるんだ ?600 ぐらい行ったかな多分ね、600ぐらい行ったと思いますね。600ですね。だから6倍ぐらいはアクセス来てますね。で、こ,これ経由でチャンネル登録もありますね。はい。 もうこれ1000ぐらいいる、いくかなこの伸びだと。はい。でね、久保さん面白いんですけど、<laughs> あの、久保さんもあったと思うんですけど、あの、でかい車買うときに、あのでかい車名前なんでしたっけまあ、あの、なんか買うときになんか発信してたら、なんかいろんなね、情報がもらえたみたいな。で、今日、びっくりですよ。今年、なんと R34 売った人からメッセージが来て、 その、実際の、どれぐらいで売れたのかっていう、その、細かい情報をね、わざわざメッセージいただいて、で、か高く売れるといいっすね、と。みたいな。実は前から見てました、みたいな。<laughs> そう。あ、で、一般、もう本当一般うの人なんですよ。商品も買ってないし。そう。ありがたいですね。はい。まあでも、大体は、まあ、僕もね、ビジネスやってる身ですから、大体はわかるんですけど、 うんうまあ発信しな発信しなければ何も始まらない発信すると何かが始まるっていうね話でまあさっきもね久保さん3本ぐらいあの車の動画撮ってきたんですけど100本ぐらいは撮ろうかなと、うん、多分ね今現状として業者さんの普通の売買だったら2000万では売れないんでそれは分かってるんで まあでも売ることは決めてますから。だから逆に言うと決めたからこそ動画撮れるし。うん。まあ僕は本業ではないんですけどね。ただまあさすがに R34 マガジン言うて車の動画はほぼないっていうね。<laughs> PV は作りましたけどね。あの、お金払って一回。これからちょっと車系の動画、R34 のなんちゃらでいっぱい動画撮っていって、アクセス稼いでいこうかなと。 <laughs> そう、使い倒すっていうね、あるもの、手持ちのカードを使い倒すっていう。うんそうだやっぱなんかあの、みんな使わないんですよね。だって僕、iPhone で撮影してるんですけど、まあ、最初、一眼でかっこよく撮ろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、ファイルも重くなるし、めんどくさいんで、もう iPhone で全部撮ってます、今。 これでで十分ですよ今度 iPhone13 に変えますけど iPhone13 もなんかもうめちゃめちゃ綺麗っぽいんでもう多分十分ですね <laughs> うんそうスマホなんかみんな持ってるしどんどんそのテクノロジーもうなんか今度出た iPhone13 はそのシネマモードみたいなのが出てその,そのなんだピンボケみたいなその映画みたいな二、まあ、人いたらこのなんかこのボケをこう変えられたりとかね iPhone で映画撮れるみたいな、なんかそういう感じですけど、時代はね、ポケットに、ポケットから取り出して映画館、映画を撮れるみたいな、そういう時代になってきてるわけですから、まあやったもん勝ちですね、本当に。うん、そう。ただまあ、あのー、久保さんが言う通り、まあ発信し続けますよ。どういう発信をするかっていうと、なんでやらないんですかと。お金にゆとりがあるんですかと。 今の会社は楽しいんですかと毎日,毎日朝ウキウキして会社に行ってるんですかとに会社の人間関係はめちゃくちゃいいんですかと幸せですかといやもう会社もすごく幸せで給料もよくてあの何もしないっていうんだったら別なんだけども,もほとんどの人がなんか将来の不安を抱えてたりとか会社に不平不満があったりとか給料に不安があったりとかするわけじゃないですかじゃあ何でやんないのっていうことを言い続けますけどね、うん、だって あの、余沢さんの話ちょっとしましたけど、はっきり言って余沢さんね、相当稼いでるじゃないですか。<laughs> ね、いや、いや、一般の人よりは、まあ、明らかじゃないですか、さあの、<laughs> だけど、情報、あの、発信してるんですよ。なんでですかなぜでしょうかなぜ発信するんでしょうか稼いでるのに。 うん、だからそれは稼いでる人しか分かんないですよね。なんでかっていうと、お金に向き合ってるからです。お,お,お金に真剣に向き合ってるから、発信してた方が絶対得だよねっていうのが分かる、分かるというか、うん、絶対いいじゃないですか。<laughs> ネットで稼げる媒体があった方が良くないですかじゃあ、ネットやり方分かりません。ネットの稼ぎ方分かりません。媒体ありません。 えネットで稼げる媒体あった方が良くないですかどっちですか人生において。<laughs> もしそれがあれば別にどこに住んでもいくらでも稼げるんですよ。僕はあの東京出るときにすげえ言われましたよね。鹿児島に行って大丈夫ですかって。あのー、か関係なかったですね。関係なかった <laughs>、うん。別に東京にようが鹿児島にようがどこにいようが別に iPhone で動画撮れるし関係ないですよ、本当に。うん お金と真剣に向き合うっていうことを、やっぱね、現実から逃げてる人が多いんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、お金、お金っていうと、お金のもうじゃんみたいにね、言うかもしれないですけど、じゃああなたはお金がない世界に行けばいいじゃんと。うん。なんでこんなに言うかっていうと、言わなすぎなんですよ、みんなが。なお金、お金に関しては、 僕ラッキーだったのがこれだけはお金に対して色々そのね商品も売ってきてるんでお金に対して本当にいろんな悩み聞いてきてお金に向き合ってきたんですけどまあ良かったなと思いますね一番大事多分ねあのー、はっきり言ってカイジのあのー、金は命より重いみたいなもう本当にその通りだなと思うんですよねうん金は命より重いっていう うん、久保さんもお金がなかったら子供を産めなかったですし家族でな無理ですよ家族を幸せに過ごさせるっていうのは無理ですよ、うん、あのマージャン店で借金まみれで家族を幸せにできるっていう久保さんそういう素養はありましたか借金まみれのマージャン店のおじさんで家族をすごく幸せに子供が好きなところの学校に行きたい習い事 全部叶えることはできましたか麻雀店の借金まみれで。無理ですね。多分無理。<laughs> お金がなくても幸せ妄想ですね。お金は最低限ないとダメってことです。お金があれば幸せじゃなくて、お金は最低限必要と。選択する上で必要なんで。子供がどっか行きたいってなった時にお金がなかったらその選択権を与えられないんで。だから、ある程度の その、選択、ある程度できるお金は絶対必要なんですよ。お金があれば幸せじゃないけれども、お金がなかったら幸せじゃないよと。必要最低限、選択がある程度できる範囲のお金は絶対必要だよと。あなたはその選択が自由にできるね、ある程度できる、あの、それぐらいのお金は稼げますかと。うん。まあ、そんな感じですかね。いってらっしゃい。